宇都宮コーチもいるんですけれども、うん、見ていて印象に残ったのが、はい、菅野投手の出来上がり、それがすごく良くてですね、はい、この宇都宮投手コーチが菅野投手に投げかけた言葉というのが、うん、完璧、文句なし、絶対打てない、かつ20勝順調だね、これの言葉をかけていました、はい、だからこその仕上がり、まあ、これから実戦もありますので、どのように見せてくれるかというのが非常に楽しみになります、うん。さあ今ブルペンから阿出川さんのリポートがありました。12年目、34歳の菅野にかかる清水さん、今年の期待ですね。いやでもね、コンディションはよくここまで来てるようですしね、はい、まあ、楽しみですよね。そうですね、コンディションだけだと思うんですよね、ここ数年というのはね、少しこう、はい、コンディションを崩すといいますかね、はい、そういった時期ありましたけども、まあ、そこさえ整えばね、はい、まあ、まだまだボールの力でありね、うん、変化球のキレであり、まあ、経験もありますから ね、はい、ね、まあ、まだまだやってもらわないといけないピッチャーですからね。これ清水さん、今プレートの三塁側を踏んでいるんですが、まあ、ここ数シーズン真ん中から投げたりとか、あとは一塁側から投げて、こう右バッターのこうインコースの方に角度をつけて投げるだとか、いろいろ工夫していましたが、またちょっとこう沢村賞を取った時の原点回帰で3年後に戻したという本人話していました、ね。まあ、いろいろと本人の中で、ね、はい、試行錯誤しながらというところだと思うんですけども、まあ、だからこういったこともそうですよね、はい、先ほどの監督の話じゃないですけども、いろいろチャレンジをするといいますかね、はい、さらに良くするためにはじゃあどうしたらいいかというところで、ホームだけではなくてこういったプレートも工夫しながらね、今の状態であれば3塁側踏んだ方がいいだとか、まあ、そういったことをいろいろトライして考えながら、まあ、だから ここでの、はい、ここまでのピッチャーなんだと思うんですけども、 そうですね、やっぱこういう姿勢を阿部監督も指しているのではないかなと思いますね。この菅野が三塁側を踏むことで、こう左の肩が開かなくなって、スライダーもこう非常に曲げやすくこう体を使えているというところ、ストレートも非常にこう角度がやっぱりつくなということで、今年はそのいい時の沢村賞を取った時の三塁側にプレートを踏む位置を変えたということですが、こうやっぱりこうピッチャーもバッターもそうでしょうけど、こう体が開かないというところが大事になってくるんですかね。まあ、そうですね、はい、やっぱり開いてしまうと、まあ、バッターでいうとね、はい、開いてしまうとなかなかバットのヘッドっていうのは走らなくなりますから、走らせているつもりでも実際はバットのヘッドって走ってないんですよね、体振ってしまうと。そうですか、まあ、ですからどっかを止めるところが必要なんですけども、まあ、そこがやっぱり開きだったりっていうのもそうですし、どっかをこう回転運動ですから、はい、どっかを止めることによってその先が走るので、あ、まあ、ピッチャーもね同じことではないかなと思いますけどね、まあ、この菅野の言葉を借りれば、左のこう壁がしっかりできているので腕がこう走るというような、そういう考え方ですね。まあ、そういうことだと思いますよね。あとはまあボールの見やすさとかバッター目線でいうとですね、はい、やっぱりボールを隠された方がバッター嫌ですから、早めに見えるピッチャーっていうのはね、うん、スピードもそんなに感じないですし、まあ、そういったところもあるかもしれないですよね、はい、一つ大きな自分の武器でもあるスライダーを、まあ、もう一度生かすというところも含めて、今年また大きなチャレンジ、まあ、原点回帰とはいえ菅野の中では大きなチャレンジをして迎える今シーズンです。その5つのスキルという、先ほどお話申し上げましたが、素直さのが1つ目、5つ目に思考力というのを阿部監督掲げていまして、自分の経験や持っている知識をもとに考える能力というところですが、まさに清水さん、その菅野に関して言うと、自分の経験をもとに考えて行動に移しているわけですね。まあ、そうですね、まあ、これぐらいのキャリアがある選手っていうのは、はい、出た結果に対してどこをどうしたらいいとかっていうことも分かると思うんですよね、まあ、そういったことではないかなと思いますけども、はい、いろいろ考えながらですよね、ああ今良かった、今ダメだったで終わらずにですね、はい、素直さ、そして思考力、さらには謙虚さであったり継続力、献身性、こういったところを大事にしてほしいと阿部監督が掲げています。お、上原浩二さん、昨日もいらっしゃっていましたが、まあ、宮崎では清水さん、松井さんも来ましたし、こうして OB が来て何かこう知識や経験を授けるという、まあ、そうですね、はい、今日も
来てたんですね。そうですね、昨日会いましたけどね。そうですか、はい。清水さんは午前中はブルペンではなく、ノックの方も含めて、ね、そうですね、こちら、メインの球場にこの方いたんですけども、そうです、ね、来なかったですね、上原君ね。お、なんか声をかけてますね。ああ、非常にいい表情をしています菅野です。宇都宮投手コーチからも非常にこうポジティブな言葉をかけられたと、阿出川さんからもリポートが入りました。この菅野がこう3連戦、明日からのオープン戦2試合目、広島での試合、コザですが、ここで投げるのではないかというふうにも言われています。